はい、エミューちゃんと仲良くなりたいと思います。なれるかな。エミューちゃんと仲良くなるべく動画回します。ねえ、エミューちゃんがやってきて相当時間は経ったんですけど、まだ全然慣れてくれなくてあれなんですよ。まだ全然なんですよ、人慣れがね。ボコボコ言ってる。あっちの遠くにいるのがタープちゃんで、こっちがイジちゃんですね。いつの間にか至る所にエミューの羽が落ちてますがね、大丈夫かい。毛づくろい中ね、ご飯食べな。エミューってなんかダチョウと違ってなんか顔がシュッとしてますよね。黒いからかな、色が黒い顔してるからよりシュッと見えるんでしょうね。ご飯食べてます。はいはいはい、ダチョウと違って羽の方もね、なんかよりたわしみたいですね。なんか別の生き物のようです。同じ草鳥類なのに、ダチョウは足が2本、足の指が2本、エミューは3本、よりあのなんだろう、僕らの言う恐竜に近づいたような足をしてます。やっぱりダチョウの方が足の方は速いんですよね。やっぱりダチョウの方が走りに特化してるような足してるらしいんですけど、どうなんでしょうね。なんかだんだん下草の方が、まあ、梅雨もあってかより植物が育ちやすい環境になっているのか、どんどん雑草の背が伸びてきました。エミューたちがその自分らの通路を作るべく踏み荒らした場所もだんだんと雑草に覆われてきてます。お昼にあげたであろう小松菜もなかなか食べておりません。この茎が太い雑草なんだろうね。ちょっと落ちてる小松菜をね、餌に餌というかおびき寄せてみましょうか。おびき寄せというかこれを食べな。ほら、おいしいよ。あ、食べない。ほら、そう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 、おいしいよね。小松菜の方がおいしいでしょ。どう、もう一回食べない。おいしいよ。そう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 、食べれる。いいね。はい、手から食べてくれます。もうちょっとかな、もうちょっとしたら抱きついても許されるかな。あ、食べない。ダチョウと違って目が悪いのかな。食べる。そうそうそう、ありがとう。手から食べてくれる、優しいね。ありがとう。あ、落ちちゃった、ごめんね。ほら、で僕の手は食べない。ダチョウと違って人の手は食べない。優しいね。この下に落ちてるの雑草だと思ってんのかな。
拾ったらもうちょっと食べるよね、きっと。ほら、おいで。ほら。そう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 。いいよ。もっと食べな。そう、ダチョウと違って何かソフトな感じがします。噛みつき方が。あ、ちょっとくちばしは硬い。今僕の、あの、親指の爪にあのカチンとくちばしが当たりましたね。でもうまい。ダチョウと違ってちょっとうまいぞ。この子は。いい感じ、いい感じ。ほら、おいで。まだあるよ。ほら。待つのあるよ。うまい、うまい。ダチョウと違って、あの、手ごと行くみたいなことはないです。おいで。まだあるよ。ちょっと短くなっちゃった。短い小松菜にはちょっと興味がないと。なるほど、そういうことか。はい、おいで。食べてくれるね、手から。いい感じだ。有効な関係を築けそう。かわいいね。じゃがいこかのような。ちょっと短くなったら食べてくれないと。なるほどね。はい、こんぐらいがあれか限界か。なるほど。はい、これでどうかな。それかあれかな、茎はちょっと興味ないのかな。なんか葉っぱのところをいつも食べてるような気がしなくもない。うん、うまい具合に葉っぱだけを選別してる気がする。ほら見て、まだ、ほら見て、茎になると食べない。あ、でも食べた。なんだ、より人間に近いとまだ嫌なのかな。ほら、これどう、これ葉っぱ、葉っぱの方が好きなのね、やっぱり茎よりも。ほら、より人間に近づこうとはしないのよ、まだ。まだ人間は信用していないと。なるほど。もうやだ、蜘蛛の巣が張ってるよ、ここ。なるほどね。小松菜もより長い方が好みかな。ほら、いいね。あの、ほら、もうダチョウはもうバックバック、もう手ごと行こうとするけどさ、エミューちゃんは全然ソフトな感じで。ほら、おいで。葉っぱだよ。はい。いいね、いいね。イジちゃんはもうすぐ人慣れしてくれそうかな。タプちゃんの方が全然、あの、もうポコ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 太鼓鳴らすだけでね。かわいいですね。大丈夫？ソフトな感じ。ほら、あげるね。はい。なんか多分雑草と、下の生えてる雑草とあの小松菜の区別がまだちょっとだんだんつかなくなってきてるのかな。まあ、手からあげた方がやっぱり食べてくれる気がするね。今ちょっと投げた下に混じっちゃったのか分かんなくなっちゃったよね。ブルブルブル、かわいい。あ、自分の羽、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 自分の羽よ、
はい、ということでエミちゃんと仲良くなろうと頑張ってみました。はい、ぜひチャンネル登録と高評価のお願いします。今後もね、エミちゃんと仲良くなれたらと思うので、ぜひ応援お願いします。それではみんな、バイバイ。